こんにちは、CRD です。今日お話しさせていただくのはエアジョーダン1シカゴのリイマジンドですね。これについてお話をさせていただきます。エアジョーダン1のシカゴ、これも本当に昔からのスニーカーファンもそうですし、マイケル・ジョーダンファンもね、そうですし、完全にストリートアイコンとして確立されているようなモデルなんですけれども、エアマックス95の復刻も2015年、ナイキからアディダスに移ったカニウエストの、イージーブースト、これが発売されたのも2015年。そしてエアジョーダン1シカゴ、オリジナルは1985年ですけれども、これの最後の復刻も2015年なんですね。いかに2015年っていうのが、長く続いているスニーカーブームにおいて重要な年なのかっていうのはね、わかるかと思うんですけれども、この2015年以来ですね、7年ぶりにエージェマハイシカゴの復刻がされるっていう風なね、噂があったんですよね。7年間の沈黙を破ってリリースされるということで、スニーカーヘッズの間で大きく話題になったんですけれども、今年復刻されるって言われてこのエージェマシカゴ、名前を見るとですね、リイマジンドっていう風に書いてるんですよね。これどういうことかというと、仕様が違うんですね。このリイマジンドっていうのは、日本語で言うと再考する、再び考えるという風に書くんですけれども、そういう意味の単語がついていると。これどういうことなのかっていうのね、気になった方もいらっしゃると思いますので、今回今年復刻されるという予定のですね、このジョーダン1ハイレトロ OG のリイマジンドについてお話をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、ではですね、この今回の AJ1 ハイシカゴリイマジンドのですね、お話をさせていただく前に、少しね、もともとの1985年に発売されたエアジョーダン1シカゴがなんでこんなに人気なのかというところね、お話をさせていただきます。まずエアジョーダン1、一番最初に発売されたのが1985年なんですが、マイケル・ジョーダンがまだルーキーの時にですね、ナイキがジョーダンは絶対もうお物になるということでですね、シグネチャーシューズの着用の話を持ちかけるんですね。要するに、君のためのバスケットシューズを作ってあげるよと。で、これを履いてプレーしなさい、そういうプロモーション契約みたいなことでですね、マイケル・ジョーダンに報奨金を払って、エアジョーダン1を履いてプレーしてくださいということでね、ジョーダンと契約をしたっていう風な話があります。このエアジョーダン1が出た当初はですね、スニーカーショップとかスポーツショップにですね、割と安くで叩き売られてたっていう話があって、それをね、バスケットボールプレイヤーとかではなくてですね、スケーターが安いからスケシュー代わりにしようということで履いたっていうね、そういう話があるぐらい、あんまりまあこのジョーダン1に関してはですね、そんな高値のつく存在ではなかったんですね。スケーターに受けた理由っていうのは、このジョーダン1のですね、ソールの部分が真っ平らなんですね。普通にバンズとかと同じようにグリップ力があるっていうこと。まあでもやっぱり安さっていうところが一番のメリットとして、その時はね、スケーターには履かれてたそうです。ちなみにダンクもね、1985年に発売されてますね。エアジョーダン1と同じ年に発売されてますけれども、このダンクに関してもですね、同じ理由で安くなってたものをスケーターが履いたっていう風な話があります。このダンクもね、平べったいソールこれですんで、完全スケートに向いてたってことらしいですね。そういうことの名残からダンクが SB でね、出続けてるっていうのもあります。まあ正直そんなに売れなかったそうなんですけれども、ただそれは販売当初の話であって、ジョーダンがですね、ナイキの計算通りちゃんと自分の実績を残していってスーパースターになっていくと、そうなってくるとですね、もう嫌でもスニーカーを売れます。ジョーダン人気はどんどん高まっていたんですね。そしてジョーダンはですね、スポーツ選手、NBA 選手として、バスケットボール選手として、自分の知名度とプロップスを高めていくんですけれども、それと同時にジョーダンが革新的だったのが、ジョーダンブランドっていうブランドを持ったことなんですね。これはですね、ジョーダン1を作ったウィングロゴ、ジャンプマンロゴを作ったピーター・ムーアさんという方がいるんですけれども、今年ね、亡くならはったんですけどね、その人の動画もこちらでお話をしてますけれども、そのピーター・ムーアさんがですね、ジョーダンに打診して、君のブランドを持つべきだよというふうなことをアドバイスしたそうなんですよ。それからジョーダンは自分のブランドを持つようになって、ナイキと協業でジョーダンブランドっていうのを始めるということになったんですね。このスポーツ選手とスポーツブランドのですね、融合っていう、まあ、メディアミックスみたいな感じですよね。スポーツ選手だと自分のシグネチャーモデルを出すっていうのはね、ジョーダンが何も一番最初ってことではないんですけれども、この自分のブランドを立ち上げて、しかもですね、ナイキと協業でっていうところに関してはですね、スポーツ選手プラス実業家っていうですね、今だったら普通にそういう選手も多いですけれども、その礎を作ったっていうのがジョーダンだというふうに言われてます。その後ジョーダンブランドはめちゃくちゃ売れていって、この最後の AJ1 ハイシカゴのリリースされた2015年、このジョーダンシリーズのスニーカーだけでの売り上げは120億円っていう風に言われてるんですね。スニーカーだけでの売り上げって考えるともう恐ろしいですし、これは実はですね、マイケル・ジョーダンが現役でバスケットボールをやってた時のジョーダンシリーズの売り上げを超えてるそうなんですね。
そういうこともあって現役引退してからもう19年、20年近く経つマイケル・ジョーダンなんですが、収入的にはここ最近でも絶好調で、総資産とか売り上げとかでいうと現役の NBA 選手を優にしのいでしまってるんですよね。まあ、そんな伝説のスーパースターも履いてたスニーカーということもありますし、あと見た目がやっぱりね、エアジョーダン1っていうのも完成されてるというか、シンプルで主張がなくて本当に無駄のないスニーカーっていうふうに言われてますよね。ストリートでもめちゃくちゃ人気あります。そんな、長いこと人気が続いてたエアジョーダン1なんですけれども、今回ですね2015年から考えて7年ぶり、めちゃくちゃ久しぶりにエアジョーダン1のシカゴが復刻するぞということで噂が立った瞬間、非常にねざわつかれたんですけれども、リーク画像としてこの画像が流れたんですけれども、これを見た人はみんなびっくりしたわけですね。何をびっくりしたかというとですね、ヴィンテージ加工なんですね。これシルエット的には1985年のオリジナルをかなり忠実に再現してるそうなんですが、アッパーのところのバリバリにひび割れたような加工がされてるんですね。これよく皆さん例えば部活とかで使うようなマットとかですね、ボクシンググローブみたいなものとか見たことあると思うんですけども、ああいうものみたいにですね経年劣化とか使用することによってですね、どん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 こうやって塗装がひび割れてくるわけですね。それを再現したものであるということ、そしてソールを見ていただくとこんな感じです。ソールはですね所々白くなってます。これはスニーカーのブルーム現象っていう劣化なんですけれども、ブルーム現象っていうのはスニーカーのアウトソールの中に入っているワックス成分というのがあるんですけれども、それがですね経年変化によってですね浮き出てきている状態のことなんですね。なんでこのワックスがいるかというと、オゾン劣化って言って大気中に含まれるオゾンという成分があるんですけれども、それにさらされることによってゴム素材が劣化していってしまうんですね。例えば硬くなったりとかひび割れたりとかするんですけども、それを防ぐためにワックス成分が入ってるそうなんですね。このワックス成分、要するに油分ですんで、よく冷えた油が固まって白くなるみたいな感じでですね、ソールにも白く浮き上がってくるってことみたいです。そのブルーム現象を再現しているのが今回のこのリーマジンドのソールということですね。これがねリークされた時にですね、先に述べてたみたいな感じのエアジョーダン1、非常にファンの多いスニーカーなので、オリジナルに対してこれは魔改造であるとか、ナンセンスなカスタムでこれは OG ではないと、昔に作られたエアジョーダン1シカゴをですね現代に蘇らせたものってことだと思うんですが、エアジョーダンファンの中ではですね、正直ちょっと不評かなというところです。とはいえですね、久しぶりのシカゴの復刻ということで、非常に期待されているスニーカーでもあるわけなんですね。現在ねスニーカーリークアカウントの方では、これが100万足出るんじゃないかっていうふうな、そういうことが言われてるんですね。100万足ってめちゃめちゃ多いです。このパテントブレードがめちゃめちゃ足数が多いって言われてたんですけども、それをしのぐぐらいめっちゃ多い数が出ます。まあまだ噂段階なんで、それが本当かどうかわからないんですけども、今噂されているのは100万足ってことですね。でこれが今年の10月の19日出るということでね、日本でも普通に発売されるんじゃないかなっていうふうに言われてます。10万足っていうふうに言ってるアカウントもあったりするんで、まだ憶測の段階なんであんまり信じへん方がいいかなと思ってます。で一応ねリセールバリュー、転売した時の金額こんぐらいになるんじゃないかっていう予測も出てるんですけども、100万足出ますよっていうふうに言ってたアカウントがですね、リセールになると450ドルで売られるんじゃないかみたいなことを言ってるんですね。元々の定価が200ドル前後なんで、倍以上 1.5 倍ぐらいの金額になるんじゃないかってことを言ってるんですけれども、今までのナイキの売り方とか見てたら、こんな注目モデルを100万足も出すかなっていうのがちょっと疑問なんでね、何とも言えないところですね。でちょっとね僕は今回のことで思ったんですけども、この経年変化、経年劣化仕様っていうのは、最近流行りでもありますよね。流行りというか割と取られる手法ではあります。でもそれに対してもう飽きたでっていう人も割と多いと思うんですよね。この経年劣化仕様が良い悪いっていうのを判断するのって、僕が主になんですけど多分世代によって違ってくるんかなっていうふうに思うんですよね。僕とかみたいに例えばジョーダン1がですね発売された時にもうすでに生きとった人、生まれてた人は実際にオリジナルのものが経年劣化していく様を見てきた世代だと思うんですよ。そういう人たちってその懐かしさとか自分と年を一緒に重ねているような感じにスニーカーが見えてきて、オリジナルの劣化してるスニーカーすごいかっこよく見えると思うんですよね。実際僕もそのかっこよさわかります。しかしですね、若い子たちからするとジョーダン1のオリジナルってもともと劣化してるもんで、真っ白の綺麗な85年のオリジナルって見たことないと思うんですよね。オリジナルのエアマックス95ってボロボロに加水分解したものしかこの世に残ってないじゃないですか。それを今履けるっていう楽しみとか、そういうものがあると思うんですよね。今回ナイキが作った狙いもですね、そういう経年劣化して今じゃ履けないようなものをヴィンテージ仕様、エイジング仕様にしたことによってですね、現代履けてしまうという、まあ、ちょっとしたファンタジーですよね。これが僕は若い世代の人たちが面白いなって思ってるところなんじゃないかなと思うんですよね。まあ言い方変
換えればインスタント古着、インスタントヴィンテージみたいな感じで、ちょっと味がないっていう風に思う方もいると思うんですよね。そういう方はね、多分こういうヴィンテージ加工とか好きじゃないとは思うと思うんですけどね。なんでちょっと仕様違いを出すねんっていうところもね、ファンの中からは生まれてくる声なのかなと思います。僕はね、このリーマジンドに関しては、正直ね、普通のシカゴよりこっちの方が僕は欲しいです。ちょっと手が加わってんの好きなんですよ僕。オリジナルじゃなくても別にいいからこっちの方が欲しいなと僕は思います。ただ、ちょっとねウィークポイント上げるとすると、アッパーのところとソールのところ以外はヴィンテージ加工全くされてないんですよ。エイジングの加工されてるところがちょっとまとまってないなと思いますね。だからこれを買った人の中でおそらく出てくるカスタムがですね、このソールの部分、最近ね、そのソールを黄色にするマーカーがあるんですよ。ヴィンテージっぽく見せるようなマーカーが売ってるんですけどね、そのマーカーでソールのところを塗ってしまってですね、黄色にして、でシューレースもちょっと黄みがかったような感じのね、クリーム色のシューレースに変えてとかしてですね、よりヴィンテージ感を出すともっとかっこよくなるんじゃないかなとも思いますね。なんかこんな感じだと顔若いのに体めっちゃ老けてる人みたいな感じで、それやったらもう顔も体もちゃんと老けさせて自然な感じに仕上げるか、もしくはですね、逆にアンチエイジングして、このリーマジンドのですね、ソールの部分を、ブルーム現象の部分を綺麗にですね、まあどんなやり方かのか分かんないですけども、色付けして普通の赤にしてしまってですね、履き口の部分も塗り直してひび割れをなくすようにしてですね、普通のシカゴの OG みたいな感じにするっていう、どちらかにすればバランスが良くなるのかなっていうふうに思います。僕的にはね、あの普通のシカゴの方のプレネがもうむちゃくちゃ上がってるじゃないですか今。そういうこともあって、それの憧れでですね、全部経年劣化仕様にカスタムする人より OG に近づけてアンチエイジング加工する人の方が多いんじゃないかなと思います。もしね、これがリークアカウント通りですね、100万足出るっていうことになったら、余ったりとか定価に近い金額で売られるってことがあったとしたらですね、オリジナルと劣化仕様とアンチエイジング仕様とっていう感じで3つね作ってみる猛者も現れるかもしれないなと思います。こういうシカゴみたいな感じの、もう OG でなければみたいな感じのですね、オリジナルがめっちゃ人気なモデルに関してはあんまり復刻の際にですね手加えへん方が評判がいいっていうのは正直あると思うんですよね。だから今回のこのリーマジンとかどのようにね皆さんの目に映ってるのかなっていうのが僕気になるところですね。はい、ということで今回はですね、このジョーダン1シカゴリーマジンドに関してお話をさせていただきました。皆さんこれについてどう思いますかね。好き嫌い本当に分かれると思うんですよ。シカゴ本物というか OG は履けないみたいな人ねいると思うんですよね。オリジナルの方は新品で棚に飾って、ジェネリックシカゴみたいな感じでね、こっちのリーマジンドの方を買って、これは普段履きに使いたいっていう風なね、そういう人もおると思うんですよね。まあオリジナル仕様で出なかったことを残念と思う人もいるやろうし、そうでもなくてこっちの方が気軽に履けるわっていうね、プラスのもあります。あとはまあデザインね、デザイン的にこれがイケてるアレンジなのかどうかというところもね、見る人によって全然違うと思いますんで、皆さんの中でのですね、このリーマジンドに対する感想とかねあればよかったら、コメント欄でお聞かせいただけたらと思います。発売日はねもう決まってて、10月の29日ということで決まってます。すでに販路も明かされてて、スニーカーズと一部小売店で販売ということで、日本でも普通に販売されると思いますんで、欲しい方ぜひ、10月の予定に入れといていただけたらと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。CRD でした。つま先は曲げずに座る新しいスタイル、足元に踏み出した慣れた道、 I got a new one